皆さんこんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。今回はプレネランキングプロフェッショナルモデルのコンビ編をお送りしてまいりたいと思います。ステンレスモデルに引き続いてコンビモデルになります。この動画ではプレネ順にランキング形式でお伝えしまして、同時にリセールバリューもお伝えいたします。これを見ればプレネ率とリセール率が同時にわかります。なお、買取最高値は私が有名平行点を独自調査したものになります。さて、ご存知の通り、ロレックス相場全体は現在下げております。しかし、コンビモデルはそこまで下げていない印象です。ヨットマスターは上がりすぎたため若干下がっておりますが、それ以外のモデルは横ばいか多少の下げで留まっている印象です。では行ってみましょう。13位から参ります。13位はシードエラー126603になります。定価は188万8700円、新品最安は245万5000円、プレネ率は 130.0%、 買取最高値は215万円で、リセール率は 113.8% でした。前回の12位よりワンランクダウンです。下げ相場の影響を受けて若干値下がりとなりました。正規店で多少買いやすくなっているかもしれません。12位はヨットマスター2、116681になります。定価は282万1500円、新品最安値は374万2980円で、プレネ率は 132.7%、 買取最高値は330万円で、リセール率は 117.0% でした。前回よりワンランクアップです。ヨットマスター2はほとんど値動きなしでした。プレネ自体はかなりついておりまして、この相場の中でも大きな崩れはありません。11位はヨットマスター268621ブラック文字版になります。定価は150万3700円、新品最安値は219万9900円、プレネ率は 146.3%、 買取最高値は170万円で、リセール率は 113.1% でした。前回の順位と変わらずです。急激な上昇を続けているヨットマスターでしたが、さすがに急激に上がりすぎたためか、ヨットマスターは全体的に下がっております。ただ37ミリは40ミリに比べてそこまで下げてはないです。上げも下げも緩やかな印象があります。10位は、エクスプローラー124273になります。定価は123万6400円。新品最安値は186万2980円で、プレネ率は 150.7%。買取最高値は160万円で、リセール率は 129.4% でした。前回と順位は変わらずです。エクスプローラーコンビはこの相場の中でも若干上げております。大きく上がることはないと思いますが、しばらくはこのあたりで持ちこたえるのではないでしょうか。9位は、ヨットマスター126621ブラック文字版になります。定価は165万5500円。新品最安は249万9850円で、プレネ率は 151.0%。買取最高値は210万円で、リセール率は 126.8% でした。前回と順位は変わらずです。ヨットマスターの全体的な相場下落に伴いまして、40ミリのブラックも下げております。ヨットマスターは平行点で買う場合、少し様子を見た方が良さそうです。8位は、サブマリーナーデイト 126613LN になります。定価は163万1300円。新品最安値は255万円で、プレネ率は 156.3%。買取最高値は230万円で、リセール率は 141.0% でした。前回よりワンランクアップです。黒サブはほぼ横ばいでした。ステンレス編でお伝えしましたが、サブマリーナーは全体的にかなり下がっております。しかしコンビモデルはそこまで下げていない印象です。上がってはおりませんが、下がってもいないという感じなので、今後どちらの方向に動くか注目したいと思います。7位は、サブマリーナーデイト 126613LB になります。定価は163万1300円。新品最安値は283万5980円で、プレネ率は 173.8%。買取最高値は260万円で、リセール率は 159.4% でした。前回と順位は変わらずです。サブマリーナーの全体的な相場下落の中、青サブは頑張っております。若干上げております。ステンレスモデルは乱高下が激しいですが、コンビはステンレスに比べて値崩れしにくいような気がします。6位は、ヨットマスター268621チョコレート文字盤になります。
定価は150万3700円、新品最安は265万9850円で、プレネ率は 176.9%、 買取最高値は183万円で、リセール率は 121.7% でした。37ミリのチョコレートはなんとか前回と同じ位置に踏みとどまっております。37ミリは下げ相場の影響を受けにくいので踏みとどまったものと思われます。5位はヨットマスター126621チョコレート文字盤になります。定価は165万5500円、新品最安は307万9850円で、プレネ率は 186.0%、 買取最高値は250万円で、リセール率は 151.0% でした。前回より2ランクダウンとなりました。40ミリのチョコレートは下げに転じました。1月くらいまで急激に上がりすぎたので反動が来ております。それでもまだまだ高いので、個人的にはもう少し下がってほしいです。4位は、デイトナ116503シャンパン文字盤になります。定価は199万3200円。新品最安は378万円で、プレネ率は 189.6%。買取最高値は320万円で、リセール率は 160.5% でした。前回よりワンランクアップです。シャンパン文字盤は一時450万円くらいまで行きましたが、2月は下げまして、現在は400万円を割っております。ステンレスデイトナも現在は若干下げておりますが、コンビもそれにつられて若干下げております。ステンレスほどの激しい値動きではないですが、デイトナですので、他のコンビモデルよりは値動きが結構ある印象です。いよいよベスト3の発表です。3位は、デイトナ116503白文字盤になります。定価は199万3200円。新品最安は407万円で、プレネ率は 204.2%。買取最高値は350万円で、リセール率は 175.6% でした。前回よりもワンランクアップです。シャンパンに続いて白文字盤がランクインです。こちらも最近下げておりますが、なんとか400万円台に踏みとどまっております。これから踏みとどまるか、上げに転じるのか、ステンレスと連動しますので、ステンレスの値動きを見ておいた方が良さそうです。2位は、デイトナ116503黒文字盤になります。定価は199万3200円。新品最安は407万円で、プレネ率は 204.2%。買取最高値は350万円で、リセール率は 175.6% でした。前回と順位は変わらずです。白文字盤と同率で黒がランクインです。最近は白文字盤と黒文字盤で人気の差がなくなってきました。シャンパンが若干落ちるといった感じでしょうか。コンビも正規店での購入はかなり難しくなっております。買取最高値をご覧いただければお分かりかと思いますが、リセール率がこれだけありますと転売屋さんも参入してきますからね。私もコンビで欲しいなと思うモデルが最近出てきたので、正規店で探してみたいと思います。そして栄えある第1位はあのモデルでした。 GMT マスター2126711CHNR になります。定価は169万700円、新品最安値は385万9000円で、プレネ率は 228.2%。買取最高値は340万円で、リセール率は 201.1% でした。前回の1位と変わらずです。最近は GMT マスター2のコンビが不動の1位となっております。一時期400万円を突破しましたが、現在は400万円を切っております。ステンレスモデル編でお伝えしましたが、現在 GMT マスター2は全体的に値下がり傾向となっておりまして、コンビモデルもその影響を受けております。ここから大きく値崩れするということはないと思いますが、しばらくは調整するかもしれません。以上、プレネランキング、プロフェッショナルモデルのコンビ編をお伝えいたしました。ランキングをまとめますとこちらです。しばらく映します。ロレックス相場全体は下げておりますが、コンビモデルもヨットマスターや GMT マスター2が目立って下げているものの、全体的にはステンレスほどは下げてないですね。安定感を求めたいならコンビかなと思います。1月の値上げの時もコンビは 3% 程度の値上げにとどまりましたので、割安感が出たというのも持ちこたえている理由かなと思います。個人的には下げてきたら狙いたいモデルがありますが、今後の値動きがどうなるか注目したいと思います。
いずれにせよ、多少相場が下がった程度では、正規店での購入は引き続き難しい状況が続きそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。